皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回はマストについての問題です。元の英文とほぼ同じ意味になるように空所に単語を入れましょう。元の英文は You must clean your room. You must clean your room. あなたは自分の部屋を掃除しなくてはいけません。あなたは自分の部屋をきれいにしなくてはいけません。こういう英文ですね。これをほぼ同じ意味で2つの英文を作ってみます。カッコ1は You 空欄が2つ Clean your room、ね、You 空欄2つで Clean your room。 2つ目カッコ2は空欄で Your room、ね、空欄で Your room。 さあ皆さんはここで動画を止めて答え考えてみましょう。そして答えが分かったら動画をまた再生して正解を確認してください。正解を確認します。1番は You have to clean your room、ね、Have to と書いて Have to または Have to、 こういう発音になりましたね。 You have to clean your room. You have to clean your room. Must イコール Have to というのは結構簡単な問題ですよ ね、 ね Must と Have to 同じ意味になりますよと学校で学習したはずです。2番ですね。主語は You で Must を使っている文章、 Must って結構強い意味があるのでこれ命令文に書き換えることができます。ですから命令文、動詞の原型、ここでは Clean ですから Clean your room, clean your room、ね、これがほぼ同じ意味の文章になりますね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。